武将とポケモンたちが共に暮らす乱世地方。そこでは武将とポケモンが力を合わせて戦う戦が繰り広げられていた。戦とはポケモンと特別な絆を持った武将たちが力を合わせて最大6対6で戦うバトルのことである。戦に参加するポケモンと武将を選んで他の城に戦を挑んで勝利すれば攻め込んだ城が君のものになる。乱世地方の17ある城の全てを戦に勝利して手に入れるのだ。それでは早速、戦とはどんなものなのか一緒に見ていこう。操作はとっても簡単。まずは自分の軍のポケモンを選んで将棋の駒のようにマス状態のフィールド上を移動させてみよう。ポケモンを移動させたら技を出すか待機をさせるかどちらかを選ぶだけだ。自分の軍のポケモンを全部動かし終わったら今度は敵の番だ。敵も同じようにポケモンを動かしていくぞ。相手もポケモンを全部動かし終わったらまた君の番。これを繰り返して戦は進んでいくぞ。相手のポケモンに近づいたら今度は攻撃してみよう。敵に近づいて技を選択すると攻撃することができるぞ。ちなみに攻撃範囲や移動できる範囲はポケモンごとに違うぞ。ポケモンによってはまとめて敵のポケモンにダメージを与えることもできるぞ。攻撃範囲や移動範囲の違うポケモンたち、動かす順番や移動先を考えて戦い、敵のポケモンを全て倒して勝利をつかもう。さらにフィールドによっては特別な勝利条件があることもあるぞ。戦に勝てばポケモンとの絆が深まりリンクがアップ、ポケモンが強くなるのだ。最後に戦がより楽しくなる3つの心得を教えよう。ポケットモンスターシリーズと同じようにこのゲームでもポケモンたちにはタイプの相性がある。タイプの相性がいいと攻撃のダメージがアップする。うまく利用できれば戦を有利に進められるぞ。フィールドをうまく利用することも戦では大切だ。フィールドではマグマや水が邪魔で移動できないなんてことがある。でも例えば水タイプのポケモンなら水の上を、炎タイプのポケモンならマグマの上も移動できるのだ。他にもフィールドにはいろんな仕掛けが用意されていて、フィールドによっては相手を攻撃したり妨害したりできるのだ。そして重要なのが2つの力。武将たちは戦の中で一度だけ武将パワーという力を使うことができる。ポケモンたちの HP を回復するなど武将ごとにいろんな効果を持っているのだ。うまく使えば大逆転も可能だ。さらにポケモンたちにはそれぞれ特性が。敵を倒すともう一回行動できたり、近くの敵を眠らせたりとポケモンによって効果は違うぞ。こちらも使いこなせば戦いはぐっと楽になるのだ。ポイントを抑えて戦を勝ち抜いていくと敵の武将とポケモンを仲間にできることもある。頼れる仲間を集めていって乱世地方の制覇を目指すのだ。さあ君も乱世地方の戦い、戦に挑もう。